魔王はハンバーガーが、お好きは、かぶらきにの輪による小説作品。インターネット上の小説家になろうにて2011年4月27日より連載開始され、同年10月29日に完結。以降も、本編以降を舞台とした番外編、サイドオーダーが不定期連載されている。もともとは、作者が文章力と執筆意欲の向上を目的に、 執筆を始めた作品で6倍数のお題にて提示されていた60の創作の魚第2と6つのセリフの魚第4もを合計した66の短編で構成されている。2012年12月15日にイーストプレスのレガロシリーズとして書籍版が端末で発売。ウェブ掲載された本編に過筆修正がされ、いくつかのエピソードが簡略化された反面、 細かい設定を整理、回収する形で修正がされている。差し絵は、熊野ゆずが担当した。異世界、メルトキオで勇者に倒されたはずの魔王は、気がつくと、アメリカ合衆国の荒野、旧国道、ルート66の道沿いに立つ、ハンバーガーダイナー、ルート66の前に立っていた。ダイナーを経営する少女にハンバーガーを食べさせられるも、 お金を持っていなかったために店で働かされることとなり、その中でハンバーガー作りの体験をきっかけに師匠と呼ぶようになった少女、そして周囲の人々との関わりが戦うためだけに生み出された魔王に変化を与えてゆく。いずれもカブラキニノチョ、ありがとうございます。